いわき市の私立の学校では、来月2日からの休校を決め、さらに来月予定していた卒業式の中止も決定しました。いわき市の東日本国際大学附属昌平中学高等学校では、今日緊急のホームルームが開かれました。新型コロナウイルスの、関係で、臨時休校ということに、なります。学校は今日、来月2日から春休みまでの臨時休校を決定。休校中の授業については、自宅での課題学習で対応することなどを生徒に伝えました。急にこういう形で、学年が終わる、学期が終わってしまう、非常に残念ではありますが、皆さんの健康が一番大切でありますので、このような措置を取った。基本的にはね、人混みになるべく出ないようにして生活をしてください。ね、不要不急の外出を控えてね、感染予防に努めてもらいたい。今日は中学高校合同で校内放送による臨時の全校集会も開かれました。休校といたします。したがってこの間行われる卒業式を含めた行事は中止といたします。本当に言葉が出ないぐらい悔しく残念でなりません。卒業式中止の決定に来月卒業を控えていた生徒は、外部に行ってしまって会えない人もいるので悲しくて悔しい気持ちもあります。学校では臨時休校で生徒の登校を禁止するほか、部活動なども中止するということです。